今このライドシェアが、うん、まあ、急に脚光を浴び始めて、はい、音喜多さんとしてはどういう考えなんですか？ライドシェアうちはもう解禁です、うん、まあ、強く解禁する立場です、うん、ライドシェアとかこのシェアリングエコノミーの強みというのは、必要な時に必要なだけ貸せるっていうところに強みがあるわけで、普段は別に自家用車で使ってるんだけども、今日ちょっと時間あるからマッチングしてニーズがあればやるかっていうようなことができる、需給調整がマーケットでできるっていうのがこれはやっぱライドシェアの強みなので、解禁することが利便性の向上と経済効果両方からプラスになる。ライドシェアって選挙の大きい論点になりうるものなんですか？一つにはなると思いますね、うん、これだけタクシー捕まらないとか観光客って並んでてかわいそうとかってすごい分かりやすいアジェンダテーマの一つだと思うんですよね。ライドシェアをテーマに来年とかで論争が起きると、そこはなかなか盛り上がりそうですね。これ勝負だと思いますね。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回のピボットトークではライドシェアをテーマにお話を伺っていきます。これまでですね、竹中平蔵さんであるとか経済同友会の真下さん、そして小泉進次郎さんにもお話を伺ってきましたけども、今回はですね、まあ、野党の立場から日本維新の会の政調会長を務めていらっしゃる音喜多駿さんにお越しいただきました。音喜多さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。音喜多さん、もう政治家になって、はい、もう10年ですか？ちょうど今年10年を迎えまして、もう民間人だったという政治家になってからが長くなってしまいましたね。はあ、はい、都民ファーストの会とか、はい、あとね、区長選挙にも出たりとか。そうですね。この10年振り返ってどうでした？いや、でもやっぱりこの政治予算が入ってみて、非常にできたこともあれば、うん、まあ自分が今こういう高等の政調会長やってるってことは想像も、10年でね、ここまでできるとは想像もしてなかったですし、うん、だいぶできたなと思う反面、なかなか政治ってのは変わらないなと。やっぱ10年経っても変わらないことが変わってないので、この政治にどうこじ開けていくかっていうのがね、やっぱ次の10年の課題だなと思ってますね。音喜多さん自身は変わりました？この政治家になって10年で。まあ、こういう格好してますからね。あんまり意識は変わってないかもしれないですけども。あ、でもやっぱりね、政治家ってすごくうまいもの食べていい生活してるでしょって言われてますけども、やっぱそういうところ金銭感覚はあんまり変わらないですよね。もちろん家族ができて今子供3人いますから、はい、そういう面の、ね、意識は多分変わりましたけども、政治家になったから変わったってことはね、僕あんまないと信じてるんですけどね。おー、うん、なんでこれいきなり維新の会で、もう政調会長ってすごい偉い立場じゃないですか。こんなに出世したんですか？どうなんですかね。まあでも僕入党してですね、最初、テレビ番組に討論番組出たんですけども、そこで自民党のですね、とある議員にボコボコに負けたんですよ。小林文明さんって方だったんですけども、小林さんね、もう極めて優秀な、本当に、ね、同じ年なんですよね。うん、もう言い訳できないぐらい負けて、まあ年がちょっと上の人だったら、まあちょっとキャリアが違うやねとか思うんですけども、同世代でこんな優秀な国会議員いるんだと思って、でもこれ政策でもちょっと負けるわけにいかんなと思ってですね、うん、当時の政調会長の浅田仁さんというか、私の前の政調会長なんですが、うん、維新のオリジナルメンバーの一人ですね。だから弟子入りしてですね、もうちょっと政策を一からやりたいから、もう何でもやるので、とにかく教えてくれと。で、次の選挙のマニフェスト、公約作りももう一から雑巾側から手伝わせてほしいってことで、全部やらせてもらったんですよね。はい、まあ、その結果今は多分党内で一番政策には詳しいってことになって、まあ、その辺り認められてですね、まあ、後継指名を浅田さんからいただいて、政調会長にならせていただいたと。そういうことですね。はい、それで今このライドシェアが、うん、まあ、急に脚光を浴び始めて、はい、まあ、観光客が増えて、タクシー不足の過疎地での問題とかいろいろある中でですね、まあ、ライドシェアって岩盤規制の一つと、はい、タクシーのとこって言われててですね、これが変わるのか、党として、政治家としてどういうスタンスを取るかって、まあ、いろんな方が試されてる、リトマス試験紙みたいなもんかなと思ってまして、これ維新の会としては、音喜多さんとしてはどういう考えなんですか？はい、でこのライドシェアうちはもう解禁です。まあ、強く解禁する立場です。で、これは今、小泉さんとか、菅さんとか、一部自民党の政治家たちもそろそろやるべきだと言い始めてますけども、公党の中で、主要政党の中で、解禁というのを公約に掲げているのは、まあ、維新だけというふうには私たちは認識をしています。ほう、やっぱほとんどの政党はやっぱ反対なんですね。反対ですね。自民党さんは当然タクシー業界ということが一つの支持母体ですから、タクシー業界に配慮をすると。一方、民主党系の方々も労働組合とかの支持を受けてますから、やっぱこのタクシー業界を守る、タクシー業界の雇用を守るという観点から、そこは、まあ、ある意味で既得権とかしていて、で既得権といっても贅沢したりとか、そういうわけじゃないのは分かりますけども、ライドシェアが入ってくるビジネスモデルが大きく変わってしまうという中で彼らは抵抗すると。そこの意図を受けて、やっぱり自民党も民主党系の左派の政党もみんなで反対していると。左右どっちも反対しているというのが今の状況だと思いますね。はあ、それが今変わってきたのはなんでなんですか？やっぱもう目先の、まあ、コロナっていうのもありましたけども、本当に今タクシー捕まらないじゃないですか。っていうので、やっぱり国民の皆さんもなんかおかしいんじゃないかっていうことに気づき始めてるということ。あとやっぱ海外ではもうウーバー当たり前じゃないですか。でも先週たまたまヨーロッパに行ってるチェコにいたんですけども、チェコもウーバーなんですよ。はあ、昨年はワシントン行ってたんですけども、ワシントンもウーバーなんですよね。そうすると1年ぐらいもう僕アプリ使ってなかったんですけども、まあ、チェコついてアプリ起動したら全部フォーマットも一緒なんですぐ同じように使えるんですよね。
これなんで日本にもできないのってことは、多分海外旅行すればするほど、皆さん実感としてはお分かりいただけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。これ今、より細かい議論になってきてるかなと思ってまして、まずタクシー業界を規制緩和すべきなのかと、はい、二種免許をどうするかっていう話と、はい、ここにライドシェアをまあ入れていくべきなのかっていう話とか、いろんな政策論、具体的な政策論にも話が広がってますけど、どういうふうに維新の会としては考えてますか。まあ、私としてはやはりこの民間の、まあ、いわゆるウーバー的なもの、これを解禁するべきだと思います。まあ、タクシーは規制緩和するにも一つの手ではあるんですけども、まあ、需給調整と申しますか、どうしても柔軟にできないわけですよね。ライドシェアとかこのシェアリングエコノミーの強みというのは、必要な時に必要なだけ貸せるっていうところに強みがあるわけで、この強みはタクシー業界のルールを変えてもやはりこれには適用できないと。やっぱりこう普段は別に自家用車で使ってるんだけども、今日ちょっと時間あるからタクシー業というか、マッチングしてニーズがあればやるかっていうようなことができる。あるいは台風が来て電車止まったから今すごい値段が高くなってて、あ、儲け時だ、俺もやろうっていうふうにやって、需給調整がマーケットでできるっていうのが、これはやっぱライドシェアの強みなので、これは私はこう解禁することが利便性の向上と経済効果、両方からプラスになるというふうに思います。これをまあ地域で一部とかですね、はい、時間帯で一部とかっていう形で限定すべきだって意見も、結構日本版ライドシェアとしてあるんですけど、はい、そこはどうお考えですか。まあ、完全に否定はしないです。確かに日本全国いきなりライドシェア解禁っていうよりは、まあ、特区みたいなものを作って、まあ、都市部からのがいいと思いますけども、まあ、実験的にやってみて、いろんなご不安があるわけですから、犯罪が増えるんじゃないかとか、なんか機能がどうだとかありますんで、まあ、実験的にやるということはいいと思います。ただなんかその過疎地だけやろうとか、いうことでは先ほど言った経済効果とか利便性向上っていうのはなかなか繋がらないので、今どっちかというと観光地とか、都市部でもタクシー捕まれませんから、まあ、ライドシェアの解禁ではそういう地域でこそ実験的にやってみるべきだろうというふうに思います。そうすると過疎地とか観光地とかでまず限定的にやっていって、それで徐々に広げていくみたいな、そんなイメージですか。まあ、それもあると思いますね。東京とか、まあ、大阪とかでまずはやってみて、で PDCA 回して、おそらくルールがいろいろできてくると思うんですよ。だから安全性の問題とか、で今アジアだとグラブとかが流行ってますけども、グラブさんだと今例えば女性ドライバーのみを限定して呼べたりとか、はい、あるいはもうその登録者にはドライブレコーダーの車内版、これ義務付けないとグラブに登録できないとか、そういう新しいルールがやっぱりこうもう10年とかやってますんでできてきてるんですよね。だから日本もじゃあこれライド車導入するときにどこまでそういうルールを業界として作る、業界というかユーザーにつけるのかっていうことは実験しながら、あ、これは必要だよね、これはいらないよねっていうことはやって制度設計していくというのはあり得るんじゃないかというふうに思います。そしたら海外のベストプラクティスがすでに出来て上がってきてるんで、それをまあ真似しやすい立場ではありますね、遅れた分。その通りだと思いますね。ウーバーだけじゃなくてグラブさんとかを見ていると、安全性対策というのは、あ、なるほどねと、そういう発想で防いでるんだっていうのはもう結構ありますんで、このルール作りというのは私はそんな難しいことではないというふうに思います。安心安全という意味で今おっしゃったように女性は女性を呼べるとか、そこもすごく大事だと思うんですけど、他のところでどういうふうな基準を作ればいいと思いますか。例えばタクシーが全部安心安全基準を、担うべきだっていう意見もあるんですけど、そこのところも含めてどうですか。まあ、やっぱタクシーもね、もちろん大手の会社がやったりとか二種免許って取るの難しいですから、安全性が高いというのは分かります。ただまあそれがじゃあ必ずしもやっぱ今の時代に必要なのかどうかっていうのは見直さなきゃいけないと思っていて、まあ、今もちろんライドシェアの方でも、まあ、ドライバーの登録もね、付き合って誰でもできるんじゃなくて、言ってればスクリーニングがあって、まあ、車の大きさまあこういうので車内にはちゃんとレコーダーつけてお客さんの顔も映さなきゃいけないとか、クリアした人が登録できるとかにすれば、それで安全性が担保できる可能性は十分あると思うんですよね。まあ、あとその免許の種類も、まあ、極端にはゴールド免許の人だけが登録できるとかもあるかもしれないですし、そういう日本版のルールみたいなものは、まあ、専門家も含めてディスカッションして、また実験をしなきゃいけながら、ケースを積み重ねてやっていくということは、全然現実的なことだというふうに思いますね。ライド車入れていくときに、まあ、外資とかもバンバン入れていいのか、やっぱり日本のプレイヤーを優遇すべきか、ここもかなり論点としてあるんです。どう考えます？でもこれはやっぱり外資をじゃあ排除できるかというと、それはもう内外無差別でやるっていうのが経済活動の原則なので、まあ、日本のサービスが勝てるようにっていう支援はしていきたいと思いますけども、最初からこう国内の企業ありきっていうのは、ちょっとまあ、我が党としては維新らしくないというか、やっぱ自由競争でイノベーションが生まれていくという考えを立てば、そこは自由競争で何とかしたいなという思いはありますね。維新の会は、そのタクシー業界とは関係全然ないんですか？ないですね。ないんですか？ちょうどですね、先月かな、交通業界とかちょっと名前を指定したんですが、タクシー業界の取材を受けたんですよ。タクシー業界の事業所に絶対置いてあるみたいな、あるじゃないですか、業界誌。
それでもライドシェアを唯一言ってるのがうちなんで、まあ一応そういう相手の意見も乗せたいっていうことで。フェアネスのために、ね。フェアネスのために。もう、それで、もう、フグ大天の敵みたいなのが乗って、はい、すごい反響だったらしいですよ、もう。これ、この人たちは思うみたいな感じで。維新の会の主張を分析するみたいな感じで。うん。でもそれぐらいで、だからもう、なんで、距離が遠いことがあっても近いことはないというような状況でございます。具体的に変えていくとしたら、まあ、例えば菅さんであるとか、うん、そういった自民党の改革派の方は、訴えてますよね。はい、その方々だけで変えれるわけじゃないじゃないですか。どうやったら実際に変えれるんですか。そうですね。まあやっぱりこれはもう最後は世論が後押しするかどうかだと思うんですけども、うん、でもだいぶこう高くなってきてるというか、うちはもうかなり初期の公約から、ライドシェアの、うん、あの、解禁では入ってたんですけども、うん、やっぱり今が一番波が高いというか、うん、解禁せねばって声が今すごい来てますから、うん、まあそうするとやっぱり政治家って当然選挙のことを考えますし、うん、次はもう維新はこの、あの選挙が、直近衆議院選挙があるとすればかなり前面に打ち出してきますんで、それ維新が伸びたりとか、うん、やばいぞこのまま維新が来たらと思えば、自民党もちょっと公約にね、検討ぐらい入れとくかとかですね、うん、まあ、そうならざるを得なくなってくるんで、やっぱ民意の力というのを考えれば、私は解禁はそんなに遠くないんじゃないかなっていう気はしてますね。これライドシェアって選挙の大きい論点になりうるものなんですか。はい、一つにはなると思いますね。もちろん規制改革って大きな中のメニューの一つではあるんですが、わかりやすいじゃないですか。今これだけタクシー捕まらないとか、観光客来て並んでてかわいそうとかって、すごいわかりやすいアジェンダテーマの一つだと思うんですよね。だから選挙の一つの争点とか、街頭演説とかで訴えやすいですよね。私も話してて、最近タクシー捕まらないですよね、と。どうですかっていうと、やっぱ聞いてる感覚があるので、これはすごく一つ身近なテーマとしては、私はいいと思ってます。ああ、確かに。ライドシェアをテーマに次の選挙、まあ、今年はない、はい、ないかもしれないですけど、来年とかで論争が起きると、そこはなかなか盛り上がりそうですね。これ勝負だと思いますね。タクシー業界今守りたい人は1年以内にタクシー不足を解消するって言ってますけども、うん、もし解消できなくて選挙が来れば、うん、やっぱこの我々の訴えってのは響くと思いますよ、うん、タクシーいつまでたっても捕まらないですよね、もうこれ限界なんですよ、ライドシェアしっかりやりましょうよって言って選挙行ったら、それは一定のインパクトが出てくると私は思いますね、うん、はあ、わかりました。今後どうなると見てますか、ライドシェア問題。ライドシェア問題。まあでも先ほどおっしゃったように、うん、実験的にやっていくみたいな折衷案が一個出てくるんじゃないですかね。うんうん、今いろんな、あの、二種免許一年間だけなくてもとか、いろんななんか妥協案みたいに出てきてますけども、うん、でも何かしらやらざるを得ないことは間違いないですよね。うん、それ起きた時にじゃあどうなるかっていうところで、あ、やっぱいいよねっていうことの、うん、まあ我々みたいな改革が勝つのか、うん、それでもこっちは巻き返しを図って、そうこうしてる間にタクシーの運転手不足が解消して、うん、ほら捕まるようになりましたよ、安心安全のタクシーが一番いいじゃないですかってなるかどうかが今せめぎ合ってるところなんで、うん、この一年間ぐらい非常に大きな勝負だなというふうに思いますね。二種免許の規制緩和についてはどう思われます、うん、今ちょっと厳しすぎるっていう声もありますけど。そうですね。まあ、もう少し緩和するっていうのはテクノロジーもだいぶ進化してきましたんで、運転技術をそういうサポートできるとかいうことも考えて緩和していくのはあると思います。ただなんかそこが根本的な解決策につながるかというと、あんまりそういう感じはしないので、まあ雇用を維持するとかね、二種免許持ってればとりあえず地方行けば食いっぱぐれないとか、そういう効果は確かにあると思うんですけども、でもなんかそれって本質じゃない気がしていて、それだったらまたもっと別の産業政策で地方の雇用とか考えるべきであって、やっぱり二種免許とかタクシーっていうのの今のあり方が役割をちょっと終えたというか、もう発展的に解消しなきゃなんないないということであれば、二種免許をちょっといじくるというよりは、やっぱりライドシェアの解禁というところと考えて、あるいはこれはもうこっちはもう厳しくしたままでですね、タクシーはもう安全なんだと。で、もうそういうのは好きな方は二種免許のタクシーを使う。で、うちはとりあえず気軽に呼びたい、早く行きたいって方はウーバーを使うというふうに、住み分けをした方が、こっちも解禁する、こっちも緩和するってことになると、逆にカニバっちゃうんじゃないかなっていう気はしますね。今日タクシー会社にとってもこのライドシェア事業を営むことできるわけじゃないですか。はい、チャンスにもなりうる。そうですね。ってことありますよね。これこの間まさに業界の方と話したんですが、チャンスでもあるじゃないですかっていうと、いやもう先生ね、あのアプリとか配車アプリなんかが黒字になった試しはないんですと。配車アプリを、要は、ウーバーをタクシーがね、運営してとかいうか、もうどんどん配車したりとか、そういうプラットフォームを作れば、ウィンウィンじゃないかって言われるけど、そんな簡単なもんじゃないと。今ですら大赤字なんだから、そこでプラスになる未来は見えないってことはおっしゃってましたね。そこもなんか説得力ちょっとありますよね。ウーバーも最近までずっと赤字でしたし、確かにな。思うほどそんなウィンウィンって、そんな甘い境じゃないって言われるのは、まあそれはおっしゃる通りですなと。だからそれ彼は危機感を覚えるのは、まあそれは仕方ないことかなって思います。できるだけやりたくないってことですね。いや、わかりました。で、このライドシェア問題って、はい、まあ、今後の、まあ、政策の方向性とか見ていく上で、まあ、すごくいい題材だなと思うんですけど、維新の会、はい、まあ、あの、大阪ではすごく、はい、あの、影響力強いと思うんですけど、東京だとどうしてもちょっとイメージがわかないところがあってですね、まあ、基本的に、まあ、どういう政党なのかっていうことも含めて、ちょっと、伺っていきたいんですけど、今、衆議院の議席数を見ると、はい、まあ、与党第2党まで来ましたよね。うん、ございます。で、次狙ってるのが野党第1党っていうことですけれども、はい、これ次の選挙で、
これ立憲民主党に勝てる可能性ってどのぐらいあるんですか？まあ、十分あると思ってます。五分五分以上には我々は戦えられるというふうに自負を持って準備しているわけですけども、そのために私も衆議院にくら替えするわけですけども、まあ、覚悟を持って、まあ、今倍以上開きがありますけども、まあ、立憲さんは次は減らしてくるだろうと、うちも今回今140近く候補者立てていて、まあ、150までいくと思うんですけども、まあ、一足ともに100取れるかといえばそれは難しいとは正直思います。ただ立憲さんが今96から減ってきて、うちがまあ80以上はいくと、まあ、倍増以上ということは最低限目覚ましてますんで、80代90代の公募になった時にうちが立憲さんを上回るという可能性は十分にあると私たちは考えています。はあ、それで野党第1党なのか、はい、第2党なのかって何の違いがあるのか、ちょっと外からよく分かんないんですけど、これってかなり違うんですか？これ私も国会に入ってすごくびっくりしたことなんですけども、野党第1党の力って大きいんですよね。っていうのはこれは国会の慣習として、与党と交渉役、交渉窓口って野党の筆頭と言われて、第一党が担うんですよね。野党の代表者として、野党第一党が出てきて、で、与党の第一党の自民党が出てきて、今だったら自民さんと立憲さんが日程を交渉して決めたりとか、国会などのルールを決めていくっていうのが、すごく大きな原則というか慣習としてあります。なんで野党第一党が変わると、この交渉役が維新になるわけですから、例えば不毛な日程闘争をね、ずるずる引き伸ばすのやめようよとかですね、なんかもっと質問通告早くしようよとか、インターネット公開で海外視察の情報ぐらい出そうとかは、かなりこっちが維新になると今とは違う提案ができてくるので、だいぶ国会の景色が変わってくるんじゃないかなと思いますね。日程でなんで逃走するんですか？ね、なんか国民が見るとどうでもいいじゃないですか。あれはまあなかなか根が深い問題もあって、やっぱこう今与党、まあ、二元代表制じゃなくて今って議員内閣制なんで、与党と政府って一体化してますね。そうなると法案を彼ら出してくるときに、もう自民党とかも事前に調整されてから国会に出てくるわけですよ。そうするとこう修正協議してもなかなかまとまらないというか、もう与党は政府と握ってるし過半数持ってるからそのまま通せるので交渉に応じてくれないと。そして野党はじゃあ見せ場をどうやって作るかというと、本来は修正協議をしてここを勝ち取りましたとか、そういう建設的な議論をするんですけども、彼らは鼻から変える気がないと来れば、あとは廃案とか、もう日程を時間切れにして流すしかないっていうことになるんですよね。で、日程闘争してどんどん追い詰めていって、100本今回法案出てきたけど、95本で5本はストップしましたみたいなことが野党の手柄になってしまうっていうのが、今のこの国の仕組みっていうことになってますね。その手柄は野党は誰にアピールしたいんですか？まあ、有権者っていうことになると思いますね。有権者それ喜んでます。一部の有権者というか。一部の有権者。やっぱり今のまだ立憲さんが根強い支持はなんだかんだあるわけですけども、その岩盤支持層というのは、自民党のやることなすことは全て悪であるっていうのが絶対あると思うんですよね。その彼らが100本統率の法案を95まで減らしたっていうのはやっぱ成果になるんだと思うんです。で、僕らみたいな、僕らはなんか与党だとか、なんかそれほど第二自民党とか彼らには批判されるわけですけども、僕らは修正にも応じて、まあこういった条件付き賛成っていうのをやって前に進めていくわけですけども、それはもう絶対許せないと。自民党だから全部悪なんだから、ちょっとぐらい変えてもダメだっていう岩盤リベラル支持層っていうか、そういう方々がやっぱいらっしゃるので、そこはやっぱ声もが大きいんだというふうに思いますね。これちょっとね、音喜多さんのホームページにも載ってましたけど、ぬるま湯状態、慣れ合い、もてあれ合いの政治に終止を打つために、自民党一強と政権を取る気がないビジネス野党の規制構造を壊す必要があると強く感じていますと。このビジネス野党っていうのは今言った意味なんですか？そうですね。僕はビジネス野党って言ってるんですが、要は政権交代する気がなくて、一部の顧客のためにそういう振る舞いをしてるだけなんですよ。なんか一部なんかビジネスなんちゃらってなんか単語流行った時あると思うんですけど、本当はそうじゃないけども、お仕事としてそう立ち振る舞うみたいな感じで、野党はもう自民党に抵抗することがもう目的化していて、抵抗して5本止めました、よくやったわーって言って、今の地位をポジションをキープできてればいいわけで、政権交代とは口先では言いますけども、本気でやる気がないと。もうビジネス野党になっていて、もうなんかそこから抜け出す気がないと。でもそうすると緊張感も生まれないし、自民党だってやる気を出しませんから、このまずビジネス野党を本気で政権取りに行く本当の野党に変えて、国会の景色を変えていくということは我々はやりたいなというふうに思いますね。ビジネス野党だと自民党も楽っちゃ楽ですよね。めちゃくちゃ楽です。これがまさに55年体制とか、かつてもそうだったんですが、社民党と社会党と自民党の時も、社会党っていうのは政権取る気になかったわけですよね。ただちょっとずつこう戦ったふりをして、少しばかり情報を勝ち取ってやりましたって言ってるっていうので、これやっぱ慣れ合いになってきたっていうのが55年体制と言われる状態だったので、まあ今まさにそんな感じになっていて、立憲さんも政権取る気がないから、っていうので お手柄というかね、じゃあもうその日程闘争もあれもお付き合いしてるわけですよ。本当は押し切ればいいのに、ちょっとズルズルして、で最後強行採決だとかプラカード掲げて、それも全部大体自民党は分かってお付き合いしてあげてて、でなんか一本通らなかったよねみたいな形で花を持たせると、こういうことやってたら別に
国民は何のプラスもないというか、建設的じゃないので、その自民党も楽だと思いますね。これがもし野党第一党に維新の会になったら何が変わるんですか、はい、で、ここはまあ我々そういう日程闘争とか当然やる気はありませんし、もっと修正協議とかをやっていくと思います。で、これは、ただただ反対しろって言ったら、気に食わないかもしれませんけども、まあ建設的ですし、で、これ、まあ多分、最初はなんか自民党の法案提出に協力ばっかしてるじゃないかって思われるかもしれませんが、それで政治が前に進んでいけば、当然維新の支持層は増えてくるわけですよね。中間層っていうのは別に反対することが好きなんじゃなくて、いい法案作ってくれることが目的なわけですから、維新やるじゃんとね、自民党やってたら維新いい法案作るなと。だってここでじゃあ次の選挙維新入れようってなったら自民党も緊張感が生まれてくるので、いやもっといい法案、もっといい提案をしないと、っていうこの前政競争が生まれていくわけですよね。これになってくると自民党の体質も私はだいぶ変わってくるんじゃないかなというふうに思いますね。維新の党ってさっき第二自民党みたいなこと言われましたけど、はい、方向性としては自民党と似てるんですか？まあ、外交安保とかに対して近いものはあると思います。ただ内政はだいぶ違う。まあ、また改革派なんで、先ほどライドシェアもそうですし、ただ、なぜその第二自民党とか賛成ばっかしてとか、もっと反対しろと批判が来るのかというと、僕らは国会では野党ですけども、大阪という地方政府では、ある意味政権与党なんですよ。で、行政運営を担っているので、そんな突拍子もない提案とか、いわゆる一部の野党から方々は消費税ゼロとか、そんなことやったら行政回んないよね、みたいな提案は、僕らは行政運営してるので、しないし、自民党の提案もわかる。行政運営してれば。でももうちょっとこうできるよねっていう、現実的なところで返すので、だからそれで自民党とも話が通じるというか、プロトコルを持ってる、共通の政権運営を経験している点では、国と地方という違いはあれど、共通行動を持ってるので、似てるとか、なんか賛成ばっかしてるとか、なんか握ってるとか言われがちっていうことだと思いますね。ああ、面白い。東京の与党と大阪の与党って感じなんですね。国に比べたら規模は小さいですけども、地方政府も政府ですから、やっぱそこでもう10年以上行政運営も経験して、研究もしてますから、できもしないことは言わないし、まあ、自民党の言うことも、まあ行政の運営上ね、理想じゃないけどそうしなきゃいけないよね、みたいなことはやっぱり分かって、消極的賛成をしますから、そこはまあ現実論として我々やってるんだというふうに思いますね。東京生まれ、東京育ちの時田さんから見て、はい、なんで維新って東京に、人気がないと思いますか？いややっぱちょっとマッチョすぎて怖いんじゃないですかね。マッチョすぎる。そこが原因ですか？なんかまあ、イメージっていうのはあると思いますけども。ありますよね。あと、まあやっぱり最初橋本徹さん出てきて、改革だってバーってやってっていうのが、まあ怖いとか、あと東京ってやっぱり財政すごくまだまだ健全というか、まあおかげさまですごく潤ってるので、そういう急進的な改革っていうのが、まだ、まあ、足元では必要がないと。なると、大阪でこんだけやってきたんだっていうのが、あまり響かないっていうのがやっぱりあって、その温度差みたいなものがすごくあるなっていう気がしますね。マッチョすぎるか。マッチョすぎる。全然マッチョじゃないよ。音北さんは、近くちゅうと。ある種、イメージ変える存在かもしれないですね。そういう思って頑張ってるんですけどね。じゃあ、それって変え、そのイメージって、変えるべきだと思ってるんですか？そのマッチョっていうところは。まあ、発信とかに関しては、別に僕は改革はやるべきだと思うし、改革には痛みを伴うっていうと、またマッチョだって言われるんですけども、まあ、これは現実としてやっぱりそれはね、変化にはどうしても怖さとか不安が伴うので、その根本は変える必要はないと思うんですよね。ただ、打ち出し方とか、やっぱりこう、戦ってみたいなところと、まあ、東京とか関東みたいな、もうすごいソフトな路線でね、それを伝えていくっていうのは大事だと思いますし、まあ、実際今、我が党も今、党三役と呼ばれる幹事長とか、政調会長とか、総務会長は、かなり若返って、まあ、だいぶ顔も変えつつ、あと吉村さんとかもね、だいぶ橋本さんとか松井さんとかに比べると、まあソフトになったというか、いう路線になってるので、そこはちゃんと伝え方を工夫して転換していきたいなという思いはありますね。維新の中で関東人ってほとんどいないんですか？いや、そんなことはないですよ。まあでもボリュームとしては、小選挙区で当選してるのはみんな関西の衆議院議員ですし、地方議員の数を見ても、まあ3分の1以上はやっぱり大阪、で半分以上は関西っていうことなんで、比率はまあ圧倒的に大阪が多いですよね。ただなんかその維新が大阪じゃないと出世できないとか、もう大阪の意思決定が全てだってことは、僕は入党前に散々言われてたんですよね。僕は維新に入ろうか迷ってる時に。もう絶対やめとけっていうふうに多くの人に止められましたけども、それは全くそんなことはなくて、ちゃんと僕は正しく体育会系の組織って言ってるんですが、正しくない体育会系っていうのは、東京もんだからダメとか、1年生は玉拾い、2年生は予約キャッチボール、3年生で予約試合なんだみたいなのがダメな体育会系。正しい体育会系は実力主義で、ちゃんと仕事をして、能力が認められれば、1年生だろうが、どこ出身だろうが、試合に出れて、4番が打てるっていうのが、僕は正しい体育会系だと思うんですけども、維新はやっぱ正しく体育会系で、東京もんだろうが、戸様で、僕なんかまだ2等4年ですけども、だろうが、能力が認められれば、ちゃんと出世というか、ポジションが与えられて、政策ができるっていう意味では、それは僕はすごいフラットで健全な組織だと思ってますんで。維新の政策を、まあ、じっくり見た方って、実はあんまりいないだろうなと思って、まあね、私も最近このパンフレットを初めて見たんですけど、日本大改革プラン、グレートリセット三本柱、はい、これどういう意味ですか？そうですね。まあ僕らちょっと多く、前回の選挙では税制改革と書いてある社会保障制度改革と、あと規制改革、まあ成長戦略ですね。この三本柱を掲げています。で、僕ら基本に現状、抜本改革政党なんで、現状維持は良しとしないと。
今の制度の微修正とか先送りじゃなくて抜本的に変えていくというところで、じゃあボーリングのセンターピン的にどこを変えたら日本変わるのかっていうことで、税制と社会保障制度とあと規制、まあ、この成長戦略ということをまず3本として掲げさせていただいているというところですね。うんうん、これがなんか経済成長だけじゃなく、格差解消にもつながるってことなんですね。はい、そうですね。で、僕らの格差っていうのはちょっとその左派の方々がいう格差とは違って、まあ極端に共産主義とか社会主義っていうのはみんな平等じゃないですか。まあできる人もできない人も、所得はみんな一緒、平等だってことなんですが、うん、僕らは頑張ってる人は頑張った分だけ報われるべきだと思うし、それなりの人はそれなりにっていう生活があってもいいと思ってます。ただ、これ固定化してはいけないと。一回失敗したらずっとダメで、親が金持ちだったらずっと金持ちっていうのは、これは格差良くないですよねと。だから流動性を担保して、頑張った人は何度でもチャレンジして頑張れば所得が上がり、ダメだった人は再チャレンジできる。これを持って格差解消と言ってるんですけども、そういう制度を実現するためには、今の日本の社会っていうのは、どうしても結構、正社員はずっと正社員、非正規はずっと非正規。というのはこれ格差があるわけですよ。こういうのを打ち破るっていう意味で、僕らは格差解消というふうに言ってると。それでこの政策をしっかりやれば、ちゃんと、まあ、給料上がるっていうロジックなんですね。はい、そうですね。努力したいから報われることになるので、当然が、みんな頑張ろうと思えば、経済だってついていって上がっていくと、イノベーションと切磋琢磨が起きますので、まあ、そういう仕組みをちゃんとこの国で作っていきたいというのが、熱い思いとしてはあるということですね。はあ、こういう全体の設計の、なんか、ブレーンになってる人っているんですか？まあ、思想的なブレーンっていうか。やっぱり当初、まあ、僕はもう入党前ですけども、10年前に、2012年かちょうど、維新発作っていうのを作って、そこが全てのスタートで、それはまあ前私の政調会長の浅田仁さんが中心になって、でも例えば今あの政策工房っていうあのシンクタンクがあって、そこには原英二先生とか高橋洋一先生とかいらっしゃるんですけども、彼らも結党当時からずっとアドバイスを受けていて、まあ今もずっとコミュニケーションを取りながら政策を一緒に作ってるということがあると思いますね。そういう意味じゃ小泉政権の発想とは近いんですか、はい、かなり。僕は近いと思いますね。要はあの新自由主義で小泉政権は失敗したって言われるんですけども、僕らから言えば僕らは新自由主義って言葉使わないですけども、むしろ自由主義が足りないと。結局日本で自由主義社会なので今まで会ったことはなくて、むしろ中途半端にそれを終わったから変な歪みが生まれたわけであって、もっと大胆な規制改革をしてれば小泉さんがそこで辞めずにね、もっと大胆に規制改革をやってれば今の日本の景色は違っただろうっていう、どっちかというとそういう整理をするのが維新的な考え方だというふうに思います。まあ今は小泉改革、まあ、特に竹中平蔵さんとかバッシングされまくるわけじゃないですか。その同じ思想でなんで大阪では人気なんですかね。今東京じゃそういうのってあんまり人気ないじゃないですか、昔ほど。僕らってそういうことばっかやってる政党だと思われがちというか、もう競争だって言われがちですけども、実は教育の無償化とかってすごくリベラルな政策じゃないですか。そこに重点にお金かけてみんなに平等に教育しましょうとかいうのをやってるんですよね。だから実は右とか左とか竹中平蔵だとかそうじゃないんだとかこういうレッテルバレじゃなくて、現実的に今日本を経済成長させるには竹中さんが言うような規制改革も必要だし、あるいはの格差をなくして教育をみんなにやるためには教育の無償化ってところに大胆にお金突っ込むことも両方必要だよね、右と左みたいな政策っていうのは、っていう現実路線を取ってるの で、そこは大阪はもう10年間行政運営やってますんで、目に見える成果として実感があるから、まあ、そこは皆さん分かっていただいてると。ただ東京来るとやっぱり竹中平蔵的だとかイメージがどうしてもまだ先行してしまうので、この人気の格差みたいなのはあるのかなというふうには認識してますね。あと行政改革含めて自分たちの給料とかを絞ったとかでかいですよね。はい、まあそうですね。あれはまあ大阪はまあ財政危機に瀕してたってこともありますけども、やっぱまず変わるんであれば政治家とか行政から変わらないと社会とか民間も変わっていきませんから、まあ、それは大きな呼び水にはなってると思いますね。この三本柱をもうちょっと詳しく伺っていきたいんですけど、歪な労働市場ってなんでできたんですか？1990年代までは最適解だったわけじゃないですか。人口は右肩上がり上がっていって、だから別に年功序列はすごく正しくて、ただその仕組みというのはもう超少子高齢化の時には通用しないですし、女性活躍とか共働きが当たり前の中では当然通用しない。女性っていうのは妊娠出産育児ってのがやっぱどうしても多いので、年功積めないタイミングが多いんですよ。そう、年功序列だと絶対不利なんですよ。正社員も終身雇用、年功序列っていうのは打破しないと女性活躍とか少子化改善とかは私はできないと思います。野党第一党に次の選挙でもし慣れたとして、与党まで持っていくっていうのはどういうロードマップを描いてるんですか？私はやっぱどっかのタイミングで維新が大きくなってくれば、自民党の中に改革派の推しに火がつくと思うんですよ。改革派の方の自民党と維新がくっつけば、もう自民党改革軍団みたいなのができて、それ二大政党制みたいな話になって政権交代が起こっていくっていうことの未来は私は十分あり得るんじゃないかな。